こちらは防災佐賀市役所です。本日3月11日は東日本大震災の発生から7年を迎えるにあたり、東日本大震災7周年追悼式が挙行されます。犠牲になられた方々を追悼するため、この後午後2時46分からサイレンを吹鳴いたします。繰り返しお知らせします。本日3月11日は東日本大震災の発生から7年を迎えるにあたり、東日本大震災7周年追悼式が挙行されます。犠牲になられた方々を追悼するため、この後午後2時46分からサイレンを吹鳴いたします。こちらは防災佐賀市役所でした。